くてやばいぞ。捕まれ！レイさん、追いつかれるぞ。んなことは分かってる。もっと飛ばせ。限界までスピード上げてるっての。まずい。とにかく島に向かえ。俺はどうにかする。楽勝。来るぞ。小さいボートだ。突っ込め。よっしゃ。おいアホ殿、金魚のフジタにくっついてくんじゃねえ。あーちくしょ。地雷を使ってる。分かってる。島に向かって進め。奴らを前に出すな。お説教はうんざりでしょ。私だって同じよ。みんなと一緒に週末の遠足にも行けず、あなたは外出禁止。どうでもいい。そういう態度が問題なのよ。なんで俺だけ罰を受けるのさ。あなたが喧嘩を始めたの。あいつが本を取ったんだ。本は持ち出すなって言ったでしょ。悪いのはあなたよ。でも本を奪っていいわけない。だからってあの子を殴っていいわけじゃないでしょ。本のことだけじゃないよ。
じゃあ何？もういい。神父様に言う。どんなに叱っても、あなたはどうしてもお兄ちゃんと同じ道を歩みたいよね。残念だわ。今行くよ。さてとやるか。子にこそ手を差し伸べなければ。そうすることで他の子たちの世話ができなくなるんですよ。どうしろというんです？ご存知のはず。私はまだ諦めたくはありません。先延ばししてるだけでは。明日の朝彼と話します。いいね。おやすみなさい。おやすみシスター。うわ、俺の書類。あの窓だな。なんだよ。早く行ってよ。まずい。ああ、シスターキャサリン、また鍵を忘れたので門を開けてくれませんか。今行きます。おい、後ろも気をつけろよ。はいはい。元気そうでよかったよ。おい、お前またやったのか。違うよ。おとなしくするって約束だろ。でもひどいこと言われて。なんて。父さんは邪魔だったから俺たちを捨てて、母さんが死んだの。姉さん、あいつらお前を送らせて面白がってんだな。俺なら笑い飛ばす。嘘だ。とにかく言う通りにしてろ。ほら風邪ひくぞ。
な。で、ここに何しに来たの？見つかったら警察呼ばれちゃうよ。お前にプレゼントがある。早く見せたくてさ。どこに？外だよ。おとなしくするんでしょ？今回は特別。へえ。ナイスジャンプ。来い、ほら、絵を貸せ。軽いな。ちゃんと食ってんのか？人気がないけど、みんな。聖書の合宿。いえ、俺も行ったよ。ダフィー神父は唯一まともな人。会いに来れば？いや、面倒なだけだ。こっち。楽勝。来い。くそ。もしかして。あ、その、開けとくの忘れてた。まあいいって、上からも行けるし。上から？ああ、ついてこい。見てろ、ほらよ。うわ。じゃあ上から行くぞ。やったことあるの？ああ、何回か。行くぞ、お前も。サムは何してたの？仕事ばっかりだよ。あのことは続いてる？誰？ああ、クリスタル。まあぼちぼちってとこ。今は別れてる。行くぞ、男は度胸だ。深く考えんな。大丈夫。はっ。ああ、つかんだ。ほらな、楽勝だろ。うん、楽勝。ついてこい。面白いだろ。すっごく。ほら、ここだ。ついていく。そこでジャンプだぞ。オッケー。それじゃあ真ん中を通るんだぞ。ゆっくり行こう。ゆっくり、ゆっくり。おっと、これって罪になる。準備いいか？うん。ほら、行け。景色だろ。ああ、いい感じ。前に来たことあるの？この屋根の上に。でもどこに行くか分かってるの？ああ、大体。先に行くから、お前は見てろ。ああ、おお、はいよ。あ、やばい！なんださ、あら、よし、やった。
やったな。ほら、ついてこい。そうだ、お前やってみろ。本当？ああ、本当。先に行けよ。いいぞ、姉さん。行くぞ。うわっ！オーケー。脱出成功。楽勝。だね。見ろよ。ほら。わ、これ 250cc。 250？ バカ言うなよ。 500cc だぞ。しかもツイン。すげえ。だろ。盗んだの？おい、失礼だな。おい、俺は昔とは違うんだよ。ちゃんと買ったのさ。ほら、乗れ。ん？こういう時は必ず隠し事してる。ガキのくせに勘のいいやつだな。まあ、仕事見つけた。金もいい。かなりな。でも町を離れるんだ。どれくらい？ああ、多分1年。長くても、まあ終わったらすぐ戻ってくるって。俺を見捨てるの？おい、大げさに言うなって。施設に置いてくだけじゃ気が済まないの？ひどすぎるよサム。お前のためなんだって。二人のために稼ぐんだよ。 2,3 年で施設出たら。 2,3 年も？一緒に行く。俺一人で手一杯なんだよ。手伝うから。施設が嫌な気持ちは分かる。分かるもんか。でも今はそこにいた方がいいんだな。頼むから分かってくれ。ずるいよ。な、贅沢言えないのは分かってるだろな。うん。で、実はバイクだけじゃないんだよな。すげえものを見つけた。何？母さんの遺品だ。クソ親父が売り渡した相手を突き止めた。そんなデタラメでごまかす気？本当だってば。どこ？うん、この町にある。取り戻したくないか。盗むってこと？もともと俺たちのものなんだから盗みじゃない。警察には通用しないよ。バレなきゃ平気だろ。やるか？当然。